ございます。美穂ちゃん、久々です。久しぶりです。どうですか調子は。あ、ゴルフのですか、うん、まあ、チーピンとかは出なくなりましたよね。前回リサちゃんでやってもらったんですけど、はい、視聴者が、まあ、ゴルフの悩みがいろいろある、まあ、スライスで悩んでたり、グリップがどうやって握っていいか分かんないとか、はい、いろいろあって、はい、それを今度美穂ちゃんなりに、まあ、こういう感じだったらこういう練習方法があるよみたいな話をしてもらいたいなと思ってます、はい、なのでちょっとたくさん来てますがやべえなこのファイル方言の宣伝みたいになっちゃう。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ早速行こう。はい、じゃあ美穂ちゃん行きます。はい、まずグリップについての質問です。チャボズ11923、おはようございます。ぜひともグリップのアップを見たいです。左手の親指が痛くなったりするので、まあ、じゃあこの人の質問から解決していきましょう。グリップのアップ、私ちょっとフックグリップ、うんうん、なんですよね。こう少しこうかぶしてる、左手がちょっとかぶってる、はい、左手の親指が痛くなる。それってグリップしてる時に痛くなるんですかね。まあでも打っていく間だと思う、ね、だんだんじゃないかな。もしかしたらそのグリップが良くないわけじゃなくて、そのなんていうんですかね、トップの形だったりとか、分かんないけど返し方とかがで痛くなってるのかもしれないですね。ちなみに他になんかちょっといつもと、あ、そうやね、それ見やすい、ね、裏側裏側 あれですね、インターロッキングじゃなくて、じゃないんですよ、オーバーラッピング、オーバーラッピング、昔から、まあ、昔からずっとですね。うーん、意外な発見。うん、まあでも普通にスクエアね、こう、うん、そんななんか被ってる感じもないかも、ね、の私のこの癖はだん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 フックグリップがこう強くなってきやすいんですよ。え、やってるうちにどんどんなっていく、やってるうちにちょっとこう強くなってきやすいんで、それだとちょっと捕まりやすくなっちゃうから、うんうん、特に右手はちょっと少しこうかぶせる、はい、下からあんまり持ちすぎないんですよ。うん、なるほど。じゃあ以上、美穂ちゃんこれドライバーもアイアンも全部一緒ですか。一緒です。変えてないです。左手の親指が痛いってことはトップのポジションとかがもしかしたらこうちょっと圧がかかりすぎちゃうようなところにあるのかもしれない。か、みなんか右手がすごい強く上からでこうグーみたいな、ちょっとこうなんていうんですかね、親指の方にじゃなくて、そう見たもん、ね、親指の方に上がってるんじゃなくて、例えばこっちの方に上がってたりすると、うんうん、この辺痛くなっちゃうかもしれないです。こっち方が飛び出るような形になってると、そんな痛くないです。ちょっと上げる方向が原因なのかもしれない。もしかしたらそうですね。こうなってるとそうね。あ、確かに確かに。ちょっとクロスみたいな。ちょっとクロス、手首だけでクロスとかになってるとちょっと痛くなっちゃうかもしれない。うん、ちょっと見てないから分かんないけど。そうですよね。その原因が考えられるかもですね。はい、かもしれない。じゃあ次の質問いきます。はい、ハリーポッチャリーさんです。はい、美穂さんいつも動画では驚いて感動しています。ありがとうございます。ドライバーを打つ時のグリップを見せてください。言葉で説明より動画で見たいです。それとドラコンの時は長いドライバーを使っていると聞きましたが、グリップは同じですか？そうですね。あの JBM で作ってもらってるので、で特にそのグリップの指定してないから一緒だ。じゃあドライバーのグリップ。打つ瞬間の打ってく、打っちゃいましょうか。はい、なんかどこに力入ってるとかある？基本的に右手はあまり力入れてないです。ちょっとゆるゆるで、左手は少ししっかりめに、なんかやっぱその引っ掛けで悩んでたじゃないですか。その右手に力が入ってる、左に行きやすい気がするから、ひどい時はもうなんかこんな感じにしてました。ちょっともう力入れない、あ、入れないために、入れないためにもう指離してて、打ってみたりとかもして、まあ、今はちょっとある程度、でもなんかやっぱそんなグーみたいな
いな感じはないね。添えてる感じ。全くないよ。本当に添えてるだけ。じゃあもう一回手元だけアップで撮って。次の質問いきます、はい、長谷川徹さんです。グリップについて質問です、はい、ウッドアイやウェッジそれぞれどのメーカーのグリップを使っていますか。グリップ選ぶにあたってこだわりのポイントなどがあれば教えてください。アイアンウェッジは全部このパルマックスはい、はい、コダイラサトシ君とかが、はい、使ってるメーカーです。でこれにしてる理由があるから一応提供を受けてるので、うんうんうん、なんか好きな点っていうかさ硬さがとかちょっと柔らかめです。柔らかめなの？硬い感じがしなくて、うん、でもうとりあえずもう滑らないので滑りにくいから気に入ってます。太さとかこだわってる？太さは私あんまり太いのが好きじゃない、少し細めの方が好きだから、あと1巻きぐらいだと思います。なんか色も豊富です。これ色も、うん、いろんな色があります。これピンクですけど、これ間違いないように本当だ色が出てきた赤が出てきました。50度と58度間違いないのにグリップの色が間違えて嘘気あるよねちょっとそれだけはやっぱ嫌なので、ね、もう一回確認するのも嫌だし、なんかグリップ見て分かった方が、はい、じゃあこれはいろんな色が、じゃあ割と細めの柔らかめを使ってる、はい、で巻き数も1巻きだと思います。ドライバーも同じ？一緒。あ、ドライバーはその J ビームさんで作ってもらってるんで、そのグリップが、はい、そのまま、はい、じゃあそんな感じです。また次の質問いきます。